かもねありがとう。こがれ海峡小井岬、ありがとうございました。それではここで長谷川先生に一言ご挨拶をいただきます。はい、一言だけでいいですか。一曲って言われるかと思ったの違うんでね。どうも皆さんこんにちは、こんばんはか、岡山の皆さん本当に1年ぶりで、ママおめでとう、はい、5周年早いね。ありがとうございます、ありがとうございます。あっという間だね。はい、うん、あの実はね、今歌った小枯れ海峡小井岬も私の曲なんですけど、今日随分 7,8 人の人がいろんな曲を歌ってくれてね、はい、嬉しいですよね、はい、うん、これからも一つ、はい、あのね、ママのねいいとこが一つあるんですよ。いい人っていっぱいあるんだけど今日一つだけ強調しますね。あのね、この人はね、あの20年くらい前からちょっと知り、ひょんなことで知り合って、それからお世話になってるんですね。でね、僕がね、あの作曲をこういい曲を書いたり、あのママが好きな曲を書いたりすると、一番喜んでくれるのがこのチャンスのママなんです。それで僕が落ち込んだりね、困ったりすると、いつも応援してくれるのがこのママなんです。ですから僕はね、本当に頭が上がんない、足を向けて寝れられないんですよ、岡山の方にはね。で呼ばね、ちょっとおいでって言うと、こうやって来なきゃなんない、そういう間柄なんです。本当にね、これからもずっと頑張って、僕も頑張りますから、はい、ね、皆さんよろしく一つ、あのこんな感じで、ね、はい、お願いします。先生もまた、ね、いろんないい曲を、ねね、はい、出してください。なんかちょっとだけっていうのでこれで終わります。はい、ね、どうもありがとうございます、はい、どうも皆様、あの本日はこのチャンスの5周年記念にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。こんなに大勢の方に来ていただき大変嬉しく思っております。まだまだあの未熟なものでいろんなことがございますけれども、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。これで一部発表会の部を終了させていただきます。